今ならそう言えるかもな。奴らがジョーちゃんを送ってきた理由として一番大きいのは、本社ですらその本質が解けなかったような期待だ。初めからジョーちゃんを俺たちが直せるわけがないと踏んでここに送ってきたのだろう。うん、本社の連中すらもお手上げだったのだろうな。本社でも相当ジョーちゃんのことは調べたはずだ。 HAZE の064の改造ボディを見ると相当調べたことがわかる。そして最終的には根本的な部分の謎が解ききれなかったことも同じく見て取れるようにわかる。例の不可視部分だ。ああそうだ、多分ジョーちゃんの本質に関わることだろう。それはまだ断定はできない。ただ本社すら諦めた代物だ。それを解くのは並大抵のことではないだろうな。そしてそれができなければ俺たちはジョーちゃんを救うことはできない。時間をくれ。ジョーちゃんが完全に停止する前に絶対にその謎を突き止めてみせる。しょうがないじゃないですか。タカヒロさんがリニアに会いに来てくれるなんてとても嬉しいです。わあ、ドラムですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おいしいですね。リニアはとっても幸せです。とても幸せだったと思います。本当に。夢を見ます。一番古い記憶、あの時の夢を、ずっとずっとずっと歩き続けていた時の記憶の夢を、一人でずっとずっと歩き続けていた時の記憶を、何のため歩いているのかわからないのに、それでも歩き続けている夢。前まではあやふやな記憶しかなかったのに、今ではあの時のことを鮮明に夢に見ます。一人、雨の中、リニアは出来損ないなので通常モード中では通格をいじれなくて、普通のアンドロイドならできることなのに、リニアできないのですよ。それでも歩こうとするのですけど、動かないのです。全然体が言うこと聞いてくれなくて、なんでだろう。そのぐらい耐えなきゃいけないのに、
通格をいじることができないのであれば、耐えることで乗り越えなきゃいけないのに、でもそれでもできなくて、本当に出来損ないですよね。痛みなんてアンドロイドにはいらないのに、リニアにはそれがついていて、我慢して動いたら多分変な力を入れたからと思うのです。その場で手が外れてしまって、一生懸命つけ直そうとするのですが、それもできなくて、仕方ないから手を捨てて前に歩こうとするのに、今度は足が芯まで錆びてしまって、そのままカカシのように動かなく、バカみたいですよね。リニア、山奥で立ったまま動けなくなって、でもそのうち痛さとかもなくなって、ゆっくりと意識がなくなっていって、すべてがぼんやりとしていくのに、でもたった一つの感覚だけはくっきりしていて、寂しかったです。このまま消えていくのは嫌だと思ったんです。たった一度でいい、この寂しさから逃れて死にたい。消えるなら、せめてこんな寂しさの中でなんかで消えたくない。だから、タカヒロさん、リニアの願いはもう叶ったのですよ。本当はあそこで一人で消えていかなければならなかったのに、リニアがわがままを言ったから、だから何もできないのに、ここに来られて、みんなと一緒にいられて、多分バカなリニアの最後のお願いを神様が聞いてしまったのですよ。だからもう十分です。リニアには贅沢すぎます。ごめんなさい。リニアもここにいたいんですよ。みんなと一緒にいたいんです。でもこれ以上いたら大好きなみんなにご迷惑を。だからリニア、thank you.
はい。ごめんなさい。せっかく高弘さんが来てくださったのに、ドアを開けてお迎えすらできなくて。そんな悪くはないですよ。少し体が動かないだけで、他にはどこも悪くないですよ。そんなことありませんよ。少し頑張れば動くことぐらいは。元気なところを見せようと思ったのに、これじゃまるで逆効果ですよね。そんなことないですよ。痛いのは慣れてしまったので大丈夫なのですよ。できれば他のアンドロイドさんたちみたいに頑張れるのにな。だってそう思いますよ。こんな倒れてばかりで。おにゅ、何をやってもリニアは邪魔ですね。とほほ。あれ？それ。最近はいつでも胸のポケットにその時計を入れているのですね。よかった。あ、なんだろう。もし高弘さんが嫌でなかったら、その子は持っていてあげてください。なんでだろう。よくわからないのですけど、その子もそれを望んでいると思うです。あちゃ、リニはまた意味不明なことを言ってしまったようですね。ごめんなさい。でも、もしレイさんが言う通り、その時計が高弘さんが忘れるほど古い高弘さんの時計なら、リニアは羨ましいなって。これは高弘さんが貸してくださった詩集に入っていた「グランドファーザーズ・クロック」という歌ですよ。振り子が揺れるのを何時間も眺めてた。幼い頃、少年の頃、青年の頃、時計はきっと知っている。彼の悲しみ、そして彼の喜び。この子がもし高弘さんのものならば、この子は高弘さんのいろんなことを知っているのでしょうね。そう考えると、高弘さんと会ったばかりのリニアは悔しいですよ。リニアがアホなのは今始まったことじゃないじゃないですか。ね。でも、ここにいられる間だけでも、いろいろな思い出をいただきました。その子にだって負けないぐらい。だから、ごめんなさい。
また暗い話になってしまったみたいです。でもそんな悪い意味で言ったわけではないのですよ。はいはい、お疲れ様でした。所長、本社から最後通達が届いたでちゅ。諜報メイド育成プログラムに関してでちゅ。本社にはいろいろな思惑が錯綜して今ちゅ。今までにないぐらい。本部監査室が動き始めているという情報も入っているでちゅよ。所長だって分かっていると思いまちゅが、この最後通達の後はありまちぇんよ。リニアちゃんの部品を集めるためにかなり危険なことをやっているみたいでちゅね。そうやって、あなたは、身勝手に。あなたが、死のうと死ぬまいと関係ありません！なぜあなたは自分のやっていることが、ここにいるメイド全員の命を危険にさらす行為だとわからないのでちか。この微妙な情勢下に、あなたは一体何をやっているのでちか。カンパニーの動く日の裏ルートまで使い、元情報部のエージェントを使い、あらゆる情報をハッキングして、それで何もないとでも考えているのでちか。あなたはバカでちか。いつまでも情報部のエージェントを気取っているんじゃありません。今はあなたは第2563号棟の所長なのでちゅよ。あなたにはこの島で生活するメイドたち、社員たちの生活を守る義務があるのでちゅよ。それを感情論に走ってみんなをこんな危険にさらすなんて。だからあなたはバカだと言っているのでちゅ。もし仮にあなたが命を投げ捨てることによってこの島の人間が助かったとしても、その後残されたみんなはどうするのでちゅか。その場で助かったとして、その後守る人間がいなければ同じことでちゅ。だったらあなたという人は、私はあなたを見損ないました。だって、おお、高博、なんだか霧島嬢ちゃんカリカリしてるみたいだな。本社ではかなり不穏な動きがあるようだ。